こんにちは、デモンストレーターの田原栄一です。今日はこの西新宿ジャンクション、まだ西新宿ジャンクションの外れみたいなんですけども、ここを撮ろうと思ってやってきました。それでは初台の駅に近い本当に西新宿ジャンクションのポイントに向かおうと思います。先ほどのポイントから歩くこと10分ぐらいですかね、初台の駅に近い西新宿ジャンクションのポイントにやってきました。これスマホの超広角で撮っていますが、確かに超広角じゃないとこんなダイナミックな映像にならないといった感じですね。これからトキナーのフィリン20ミリでここの交差点を撮っていこうと思います。はい、今ここが初台の交差点です。ネットなどでの情報にある通り、歩道のところに割と三脚立てやすいスペースがありますから、こうやってジャンクションを撮るには十分撮影しやすいかなというところですね。ここだと通行の邪魔にはならないでしょうから、ここに三脚を立ててカメラをセットして撮影をしていこうというところです。今回撮影に使うレンズはこのレンズ、トキナーのフィリン 20mmFE AF のレンズですね。 AF バージョンのレンズを使って撮影していきます。このフィリンの 20mmAF バージョンだと本当にこのレンズ情報以外のことは距離メモリとか何もないといった形のレンズです。20ミリですからね、この画角どこぐらい入るかがこれから興味があるところですね。はい、今ピント合わせをしているところですが、これで画面を切り替えると、20ミリ、この辺りまで入りますね。さらにダイナミックな映像にするには16ミリとか、オペラの16ミリとか持ってくると良かったのかもしれませんけども、今日はこんな感じで、あと前に走ってくる車のライトなんかを入れて撮れるといいかなと思います。まだちょっと時間早めっていう感じですね。今 F22 の4秒でセットしてみました。これだとどうなるでしょうか。結構な交通量ですからね、いっぱいこのヘッドライトが入るんではないかなと思うわけですが、どうでしょう。やはり車がいっぱい流れてくれました。これもうちょっと暗い時間だとさらにかっこいい映像になるのではないかなというところです。今日はこのゼクロスの ND16 を使ってF8 ぐらいでスローシャッターで設定してみようと思います。 ND16 を使うことで絞りを2段 F16 から8に開けました。そして4秒から2段暗くすると、暗くじゃなくて明るくですね、明るくすると15秒ということで、 F8 の15秒 ND16 をつけて設定しているといった状態です。もうすぐ車が来ますから、これで撮っていきます。はい、このように撮ってみたんですが、どちらかというと下の鉱石狙いみたいな感じになって、これだとジャンクションが弱いかなということで、今構図を合わせ直してこんな感じ、はい、ジャンクションの上の方に振ってこれから撮ってみます。で、ND16 は入ってるんですけども、明るすぎた感じがあるので、やはりちょっと設定をし直して F8 の 3.2 秒、これ ND16 がついた状態です。これで撮っていきます。はい、これはジャンクションの様子をトキナーのフィリン 20mmFE AF のレンズで撮っているといった状態です。 20mm で、この迫力があるジャンクションをいっぱいいっぱいに入れているといった感じで撮っているわけですが、これだと見た目に近い感じで、さらにホワイトバランスを調整していくとどうなるでしょうか。はい、これがホワイトバランスを調整して白熱電球ですね、青い世界で表現してみました。こういった青い表現で、今回ビデオヘッドの三脚で持ってきましたから、この通りジャンクションのカーブをこう撮ってみたりっていうのも面白いかなと思ったわけですが、なんか早朝の雰囲気ですかね。こういった撮り方もいいかなというところです。今度は思い切ってカメラ位置を下げて低い位置から、ここにガードレールとガードレールの隙間がありますから、ここで狙ってみようというわけです。こうするとライトと、そしてこの上の方にあるジャンクション両方入るんではないかなということで考えてみました。なかなか難しいのはこういうところが画面の中に入ったりするんですね。今カメラ位置をうまくセットして、なるべく近くのものが入らないようにセットしてみました。これで車が通ると面白いんではないかなというところまで持ってきましたよ。
最後にこの MC トワイライトブルーを入れて撮影していきます。